はい、皆さん、こんにちは。哲学エヴァンジェリスト、高橋聡です。今日はですね、東洋哲学動画第学語5章をお伝えしたいと思います。ではですね、5章の大事な部分を入る前に、前回の動画の復習ですね、ちょっとさせていただきます。行き過ぎた感情をコントロールして正しく判断することで、心を正しくできることが学べましたね。人の営利好みをするのは仕方ないんですけど、好きなので悪い点を見ないとかですね、逆に嫌いなので良い点を見ないことばかりしていると、人の評価は正しくできないです。好みなどのですね、感情や心の状態をコントロールすることでですね、偏見をなくしてですね、正しい行動を取ることができるってことですね。物の見方や人の評価、感情は偏りすぎず、重要を大事にしようということが学べました。この4つですね。では次行きましょう。早速ですね。はい。第一章で述べた、所属する国を治めようとする人は、その前にその人の家族がしっかり仲良く一緒に行動できるようにするとは次の意味である。家族に教えることができないのに、人に教えることができるという人はまずいない。だから、立派な人は家族から離れずに直接政治をしなくとも、その教えが国中に行き渡るのだ。これはどういうことでしょう。家族と国との関係がまず述べられています。家族に教えることができるってことはですね、すなわち国の人々に教えることもできるってことが、ここでは書かれていますね。立派な人、君子っていうのは、家族に教えるだけでその立派な教えが国中に行き渡るということが書かれている、んですけど、そういう、直接政治に携わらなくてもですね、家族に接することから学べることも多いよってことですね、これね。よいしょ。では次行きましょう。親へ孝行することは、主君のために働く徳となる。兄へ従うことは、年上の人のために働く徳となる。子への愛は、人々に動いてもらう徳となる。孝行に次のようにある。赤ん坊を愛して育てるようにする。心が偽りなく人々を愛し育てるようにすることを求めたなら、人々の心の完全に掴むことはできないかもしれないが、そうは言っても完全に民心が離れることもない。まだ子をしっかりと育てることを学んでから嫁に行くという人はいない。ということかというとですね、主君のために使える徳っていうのは、親への孝行心と繋がっているってことですね、まず。我が子を愛する気持ちが人々に動いてもらう徳になる。そういう気持ちで接しろってことですね、人々と。子育てを経験しないのと、母親がですね、そういうしっかりと子育てをできないのと同じようにですね、国の統治も経験して徐々にできるようになるわけです。ただですね、赤ん坊を愛し育てるように人々に接しなければならないってことですね。ここの国っていうのは後でも述べるんですけど、要はそれより小さい社会ですね。この国民国家の国っていうのとちょっとわけが違うんで、この大学が作られた時の国の大きさっていうのは、せいぜい、地方、一地方、近畿とか、関東とか、それぐらいの地方の大きさぐらいの単位なんですけど、それより小さい単位でも、会社とかですね、例えばですけど、そうしたものでも全然使えることになってます。はい。では次行きましょう。一つの家族に仁愛が満ち溢れれば、一つの国に仁愛が起こる。一つの家族に謙譲の心が満ち溢れれば、一つの国に謙譲の心が起こる。一人の人が仁愛がなく、謙遜の心もなく、貪欲で出らめなら、一つの国が騒乱に見舞われる。その物事の始まりはこういうものだ。このことを一つの言葉で事態が覆り、一人の人が国を安定させるというのだ。って書いてあるんですけど、家族に仁愛や謙譲の心が満ちれば、国はよく治まることを説いています。家族をしっかりと統治できなければ、国が治まるはずもないっていうことですね、逆に。
リーダーは家族をおろそかにしてですね、国や会社を繁栄させることはできないということですね。では次。行や春は仁愛で異世界を統治したので、人々はこの人たちに従って仁愛を行った。ケツや中は暴力で世界を統治したので、人々はこの人たちに従って暴力で返した。命令することが人々の好まないところなら、人々は従わない。行とか春っていうのは伝説上の人物とは言われてるんですけど、まあ要は、これ、特性を引いた人ですね。だから、孔子が最もモデルとするような人物なんですけど、まあ、最近ではまた実在するんじゃないかっていう説も出てきて、かなり面白い。考古学上の発見からね、こういった人たちの存在が、まあ、ひょっとしたら、で、ほんまに実在したっていうのが出てくるかもしれないですけど、こういった人たちは、人生、つまり、良い政治をね、引いてですね、仁愛を行ったって書いてあるんですよ。ケツや中っていうのは、暴君です。簡単に言えば。暴君が暴力で世界を統治したので、人々はこの人たちに対して従って暴力で返したってことです。でですね、まずですね、仁愛での統治には、人々は仁愛の対応で返してくるってわけですね。次、暴力の統治には、人々は暴力で返してくる。リーダーは人々が好むところを指して、時には命令を出さなければならないってことですね。要はですね、指示っていうのもですね、好むところを指しないといけない時もあるってことですね。これは。暴力的に、なったりとかですね。人を無理に従わせようとするとそうなります。仁愛っていうのは思いやりの心ですから、思いやりがなければ、やっぱりそういったことになってしまうよっていう、この暴力で返されるよっていうことが示されていますね、ここではね。はい、そのここからの続きなんですけど、だから立派な人はまず自分が徳を持ってから、その後に徳を人に求める。立派な人は不徳なところをなくして、その後に、他人にその不徳なところを責める。自分の身にあるものを、自分が持っている、徳に応じて、他人を思いやらないで、他人をうまく納得させる者など、いないのだ。だから、国をしっかりと治めるには、その家族でうまくやることが必要だ。って書いてあるんですけど、家族への接し方でその人の徳を測ることができるってことですね、簡単に。立派な人と、そうでない人。徳があるから人に徳を求めることが初めてできるんで、不徳がないからこそ人々に不徳をなくすように進められるわけですね。立派な人がそう、ね、徳っていうのは要は、そうした、まあ立派なところを、ですね、あって、その人から立派な、ことした方がいいよって言われたら、やっぱりその人を見直ろうとしますよね。逆に不徳っていうのは要は、ね、あんまり良くないところを見てですね、そうしたことを責められたら、そうした不徳がない人ってことは要は徳の人なんですけど、そうした人に、立派な人に、その、ちょっとそこ改善した方がいいよって言われたら、それはそれで別に、それもやっぱそうかなって思えるじゃないですか。逆に、自分が言ってることと違うこと、ね、自分が言ってることを直せって言われてることを直せない人にそれ言われても、別にふーんって感じなんですけど、よいはそういうことですね。で自分が持つ徳がですね、他人をうまく納得させるきっかけになるってことですね。簡単に言えば。この動画から学べることですね。最後になっちゃったんですけど。家族は人間関係の基本中の基本です。ここで国と表現されているものは、会社や大きな組織に置き換えてもいいってことですね。
特にリーダーがその組織をうまく回すためにどうすればいいか学べます。自分が目上の人とどう接するのかを周りの人は見ています。そこからですね、周りの部下などがどういう態度で目上の人と接するかを、その部下が学ぶわけです。はい。自分の性質や得などに応じた対応をしないとですね、人心は離れていきますよと。人々の心は、自分の部下の心は離れていきますよと。逆に、そうした、特に応じた対応ができれば、完全にね、自分の言ってることを理解されなくてですね、ついてきてくれるんだよっていうことがここで言ってます。至極真っ当なんですけど、でも、なかなか実はできないことなんですね、これね。だから、ここでは、そういったことを学べました。はい。東洋哲学動画、大学5章。ここで終了になります。最後まで聞いていただきありがとうございました。